東京後楽園ホールのビッグバンその48 64キロ契約3分3ラウンドです。左側赤いグローブが OFA 拓磨、対して右側青いグローブが紫紺村上塾翔也の一戦です。ビッグバン第6代スーパーライト級チャンピオンが拓磨選手、そして遡って同じく第4代スーパーライト級チャンピオンが翔也選手というマッチアップです。さあ解説は谷山ジム谷山俊樹選手、そして拓磨選手ご本人にお越し願いました。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。まず拓磨選手ご自身の試合ですけれどもね、はい、これ王者対決どんな風に捉えてたんですか？そうです、翔也君は本当に前は階級違ったんでやることないかなと思ったんですけど、はい、スーパーライト上げてからいつかやるかなと思ってたんですけど、改めて試合決まってから映像を見たら、はい、本当タフで選手なんで、はい、これ結構根性勝負のタフな試合になるかなとは思ってましたね。サウスポーでこうやってガンガン前に出てくる打たれ強いファイターなんですがね、まあ、こうしてここもそうです、圧力見せてこようというところ、右ストレートカウンター気味になりましたか？そうですね、これ映像を見た時は翔也結構振ってくるんで、まあ、間からコンパクトに入れたら、まあ、人間なんで倒れるかなと思って、まあ、うまく当たってくれたなっていう感じでしたね。ただでもここはこの後から翔也結構強いんで、はい、切り抜けないなっていう、まだ早いなと思ってました。谷山選手、はい、まあ、いろいろな期待があってこの試合 もうご覧になってたと思いますけれども、はい、何しろ、ね、現王者と元王者ですもんね。そうですね、もう今のチャンピオンと元チャンピオンどっちが強いのか、また、はい、この2人直接対決が今までないので、はい、一体どっちが強いんだろうと注目の一戦でしたね。今続いて聞きますけれども、右のパンチよく当たってますよね。いやすごい拓磨選手、コンパクトにめちゃめちゃうまく打つんで、はい、それが今全部ヒットしてますね。確かに拓磨選手は以前よりちょっとこう精度が高くなったかなって印象がある。特に今回の試合は翔也君振ってくるんで、僕はもう間からコツコツ力みなく間から入れていかないとなっていうのを思ってました。振ったら僕を倒されちゃうっていうふうに思ってたんで、はい、逆にコンパクトにコンパクトにっていうのを本当に意識してました。まあ、2人とも複数のタイトルをゲットしてここで対決ということですからね、はい、これは本当にもうメンツかかりますよね。本当そうですね。で今僕がやっぱ現王者なんで、ここで負けるようなことがあるとやっぱ、はい、今のチャンピオンどうなのっていうふうに周りから思われると思ってたんで、結構自分的にはプレッシャー大きい試合でした、はい。まあ、パンチであったり谷山選手、はい、膝のコンビネーション良さそうですね。拓磨選手はすごいですね、もうサウスポーに定石通りの戦い方をしてますね。拓磨選手で前回 のスーパービッグバンでも、はい、拓磨選手は東本選手に圧勝してるの で東本選手も同じようにサウスポーでガンガン来る選手なんですけど、もうそれやっぱ完封してるんで、拓磨選手サウスポー、うん、この打ち合いちょっとこの前ぐらいに多分一回聞いちゃってるんですよね。で正直この打ち合いの時は見えてたんで聞いてはなかったです。ただちょっと嫌だなと思ってました、あ、そうなんですか。うわ、左も右も翔也のパンチ、これもストレート、ちょっとこうゴツゴツ音が聞こえてきそうですよね。硬かったですね、すごい硬かった。うわでも打ち返した時聞いてくれたんで、いやすごい。うわ最後リゴングなってコーナー戻って、はい、あ、会場盛り上がってんなっていうのは覚えてます。それわかるんですね、はい。でもここ意識飛び切ってはなかったんで聞いてはいたんですけど、はい、意識飛び切ってなかったから、はい、まあ、倒れることは自分から倒れない限りは倒れることないかなと思ってました、ね、はい。ってことはやっぱり気持ちってやっぱりどれだけ大事かですよね。そうですね、気持ちもあととにかくよく相手を 見なきゃなと思ってます、はい、はい。いやもう村上隆二塾長から谷山選手にまたこうやって勝つ入れられると、はい、その気持ちの面では翔也選手も上がるんでしょうね。そうですね、翔也選手もジムにはやっぱモハンドラゴン選手とか今まで水町選手とか、はい、上原選手とかいっぱい強い選手いるので、村上塾長の教えはやっぱ本当根性が第一なんで、はい、めちゃめちゃ根性入りますよね。今名前聞いてもあれですもんね、みんな根性あってなんか誰強いっていうイメージの選手が多いんで、それが紫紺ってやつなんでしょうね。そうですね、いやちょっとこれ今だから言えるんですけど、その去年 の12月の東本選手が1ヶ月半前に僕右足をちょっと防火試験っていうのを
うわあの2週間ぐらいちょっと入試だったんですよ。あれ大変なんですよね、はい、あれめちゃくちゃ痛くて、もうで前回の試合も右の蹴りちょっと封印して蹴れなかったんで痛くてやったんです、はいはい、今回ちょっと蹴ろうっていうふうに思ってたんですけど、ここもそうですけど圧強すぎて、はい、全然蹴れなくて蹴りのレンジにできない。そうなんですよ、でここ多分この距離で蹴ってたらパンチ、はい、カウンター合わされてたんで、うん、ちょっと自分的にもう膝とパンチで答えなきゃなっていう風にはちょっと作戦チェンジしたわけ、もうそうするせざるを得ないっていう感じではあったんですよね、はい、でもそういう自分の領域にこう引きずり込んでくる翔也選手の強さってやっぱりあるんでしょうか。そうですね、自分のフィールドに持ち込むのはうまいなって思ってましたね、まあ、ですから翔也選手の試合っていつももう殴り合い蹴り合い、ね、バッチンバッチンになるんですね。見てる人は面白いと思います、やってる方は谷山選手一番大変なタイプ。いやこれは寿命縮まりますねこれはすごい消耗戦ですね、ですね。いやでも周りが本当、いやチャンピオン対決やっぱ全然違うねっていう、はい、めちゃめちゃみんなすごい評価してました。あ、そう言っていただけると嬉しいですね。また今回はチケット完売で、そうですね、すごかったですね、集客ももう後楽園ホール揺れてましたねこの試合は、おー長い左飛んでくる。で、拓磨選手、はい、ちょっとこう第1ラウンド中盤から翔也選手の圧力が目立つんですが、どうですか。正直その1ラウンド目の最後の方はちょっと聞いたのあったんですけど、正直この2ラウンド目入ってからは見えてたんで、正直まあ嫌だなって思ってたんですけど、はい、聞いたなっていうのは正直なかったですね、この段階でも。そうですね、はい、あと結構コーナー詰めてくるんですけど、こう左振ってくるんでこれかわして、うん、逆に回してこの展開にしたかったなっていうのは思ってたんで、はい、そこはちょっとまあ自分でうまくできたのかなっていうふうには、はい、思ってました。やっぱコーナー背負ったら翔也、はい、選手強いまとめてくるんで常に動いてじゃないですけど、翔也、まあ、選手は今も、うん、おー右フック、それを狙っているっていう展開なんですね。そうですね、これ相当もうここに来ちゃったら翔也選手もまとめざるを得ない、まとめられちゃうんで、うん、その後そうですね、はい、ストレート右アッパーも対応してきましたね。そうですね、アッパーはすごい映像見た時に入るかなと思ってたんですけど、前回の東本選手やった時にサウスポーにアッパー入れるの難しいなと思ったんで、そこはでもその試合終わった後にスパーリングしてきながら結構アッパー当てれたんで狙ってはいましたね、まあ、東本選手もハードパンチャーとして知られてますからね。そうですね、はい、そうしたところでいくと谷山選手、はい、まあ、プロデューサー的見地で言うと、はい、まあ、こういうゴツゴツした相手連続で拓磨選手対戦という図式で。そうですね、拓磨選手もでもサウスポーに苦手意識全くないですね、拓磨選手そこって強みですよね。そうですね、しっかりやっぱダウン取るんでどの試合でも、はい、すごいなと思います。ここで激しい打ち合いが続いた中で第2ラウンド中盤戦が終了しています。まあ、拓磨選手とにかく第1ラウンドで1回ダウンを取りました、はい、そして第2ラウンドはこうお互い引かないような攻防で、はい、最終ラウンドこれどんな指示があったり、どんな気持ちだったんでしょう。もうセコンド陣からは打ち合うなっていうふうに言われてたんですけど、僕は逆で、はい、逆にここ前行かないと翔也君来るからきついなと思ってたんで、逆に、まあ、前でよというか僕の攻撃しっかり当ててこうと思ってさばくんじゃなくて、はい、しっかり自分の攻撃当てた方が翔也君もやりづらいんだろうなっていうふうに思ってたんで、まあ、気持ちの勝負ですけど、はい、前には行こうって言って面白いなと思ったのは、はい、ただ前に出るっていうのとこう当てていこうっていうのって別なんですね。そうですね、まあ、翔也君はどう作戦してるか分かんないですけど、翔也君詰めてくるまでは前に来てるだけなので、はいはい、僕はその前に行きながら攻撃出しながら当てていこうっていうのを思ってましたね、はい、いやそして今青コーナーもうちょっとこう血しぶき吹くような翔也、すさまじい谷山選手、いやお互いも顔パンパンですね拓磨選手これ右目の下腫れてますけど大丈夫でした。僕この時は大丈夫でした。逆に翔也君の顔見たら結構腫れてたから大丈夫かなと思ってたんですけど、はい、まさにそうですよね、もうパンパンになってますもんね翔也選手、腫れて青いグローブボディ打ち、赤いグローブが拓磨選手、まあ、ご本人の解説です。ここはトシキ君正直なんですけど、はい、この試合なんか どういう展開になると思ってました。いやでもお互いやっぱボクシングの間合いでやるのかなと思ってましたね。かなり近い距離で翔也君も引かない選手で、拓磨選手はやっぱボクシングめちゃめちゃうまいんでパンチの技術勝負になるのかなと思ってましたね。実際、ね、今見てみてどうですか。そうですね、あとなんかあれなんですけど、当日セコンド側の来てくれた時にセコンド陣は結構今回厳しい試合になるなって思ってたみたいで、相手打たれ強くて僕そんな打たれ強くないから、
ちょっとまあ頑張ろうみたいな感じだったんですよね、実は。はい、これ見て打たれ強くないと思う人いないと思うんですけどね。僕、拓磨選手めちゃめちゃ打たれ強くなったなって思うんですよ ね昔の試合見てると。そうです、昔結構倒れ、ちょっと癖じゃないですけど、はい、もらい方とかがすごい悪かったと思う。今すごい打たれ強いじゃないですか、拓磨選手。とにかく今集中して相手の攻撃もらうときに絶対目離さないっていうのは気をつけてますね。はい、はい、それだけでだいぶ違うんで。そうですね、見えていればっていう説ありますもんね。そうですね、見えてないとやっぱ意識飛んじゃうんで。おうわ、これももうロープを背にしながら、うん、そうですね、はい、もう手出さないと翔也君も来ちゃうん、とにかく来ちゃうんで、きついけど、はい、絶対手出そうって思ってたし、あとまあ腹にも、そう、足やっぱこの蹴れない分腹とかもしっかり散らしていこうっていうふうに思ってましたね、はい。まあ、でも回復してくれば、そのこれからはもう右足左足両方バランスよく蹴っていけるっていうことになってくるわけですよね。そうです、今も右蹴れないわけじゃないですけど、翔也君のこの前の詰め方が蹴れない距離だったんで、はい、はい、ありましたね。まあそれでも翔也選手は全身やめないんですもんね。これ谷山選手恐れ入りますね。いや、そうですね、これは本当に根性勝負になってますけど、やっぱ田川選手はやっぱボクシングのコンパクトにちゃんと打てるんで、パンチが今もやっぱ当てますね、こういうところしっかり。ですからこれ、まあ、3ラウンドマッチですけれども、はい、仮に4ラウンドになったり5ラウンド、まあ、進んでいけばってこともたくさん谷山選手考えられますよね。そうですね、でもやっぱ当たってる数が拓磨選手の方がやっぱ当ててると思うんで、ね、うん、やっぱこのまま判定になってもやっぱ拓磨選手勝つのかなと思いますね、はい、ダウンがなかったとしても、ね、またさらにこう差が開いていくっていう感じですよ ね、はい、そうですね。こういうところもちゃんと当ててるんで拓磨選手も、はい、インドは翔也、うん、左ストレート、しかし拓磨選手もまたよく見てますよね。そう、もう本当 見ないと、この距離だけは本当見ないと僕は本当倒れちゃうと思ってたんで、はい、はい、ちょっと本当全身やめない子だなと思ってました。本当にそうですよね、翔也、はい、選手まだ23歳ですもんね。そうですね、だからこそ、あの試合終わった後に言ったんですけど、はい、あのまだ若いからちゃんと避けなきゃダメだよっていう風な、どんなに打たれ強くてもやっぱダメージで溜まってきちゃうんだよっていう風に、それはでもこの時に伝えましたね。今こういう時にもちょっとずつ言葉を、そうですね、いい選手、やっぱ人柄もすごいいい子だったんで、はい、そういうのちゃんと伝えて戦い上上がっていきたいなと思って。いやでも拓磨選手は年齢でいくと31歳で、これが46戦目だったんですけれども、続けることってやっぱり進歩になるんだなって感じますね。そうですね、はい、いや拓磨選手はでも全ての面で強くなってる選手なかなかいないと思います。スランプも経験してて、どうすればそういう、はい、そういう時に戻るっていうのは どうなったら戻るかっていうのはやっぱ分かるようになってきたんで、はあ、いかにやっぱ生活のところを節制していかなきゃなと思って。そうしたことが全部成果になって、こうして判定勝ち、まあ、1ラウンド目にダウンを1回もぎ取っています。それも大きかったでしょうか。そうですね、あと、まあ、自分で言うのもあれですけど、当てたのは僕だな、まあ、僕そんな2ラウンド目以降はもらってなかったんで、はい、当てたのは僕だなっていうのは思ってたんで、あ、ただ前に来る印象をどう取られるかなっていうのは心配ですね。そうですよね、はい、谷山選手は改めてどうですか。はい、やっぱり根性もお互いもちろんあるんですけど、チャンピオンですし、やっぱボクシングの差が出たかなと思います。拓磨選手はやっぱパンチの、はい、技術の差が出たかなと思います。で今こうやって勝ち名乗り受けて下がっていく翔也選手、そしてそこに言葉かけていた拓磨選手、こうやって見るとやっぱ拓磨選手のがちょっとこうお兄さんだなって感じはしましたね。一回りぐらい、10歳ぐらい違うのかな、10歳近くから違うんで、8歳ですかね。そうですね、あ、言葉ありますね。はい、すみません、スーパーライト級チャンピオンの拓磨です。すみません、ちょっと今度1ラウンドで倒して、ちょっと次のタイトル挑戦者の名前言いたかったんですけど、ちょっとしょっぱい試合になっちゃって、ちょっと首とかも多くなっちゃって、翔也選手のお姉さんの方々、せっかく打ち合ってきてくれたのに答えれなくて申し訳なかったです。次は上で勝負するときは僕も打たれ強くなって打ち合える選手になります。で、去年 のスーパービッグマンの時、12月ですね、シュートボクシングのポッシブル選手がなんかタイトル挑戦させてくださいって言ってたんですけど、ポッシブル選手今多分6連勝か7連勝ぐらいしてて、すげえ強いと思うんで全然やってやる、6月あたりとかダメージで見てどうですかね。その時やっぱこうやって会場がいいとこ興奮して選手は熱い試合できるんで、皆さん選手の応援よろしくお願いします。少々打たれすぎて何言ってるかなって
すいません、ありがとうございました。この後、あと国際記念種始まった谷山ジムの山際先輩出るんで、本当に格闘技と真剣に向き合ってる方なんで、みんなで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。いやいや、言っていることはよく分かりました。これ次はとなるとポシブル系選手。そうですね、僕は全然強い選手だし、今ずっと勝ってる選手なんで、そういう選手とやった方がやっぱモチベーション上がるし、自分強くなると思ってるんで、はい、ぜひやりたいなと思ってるんで、ポシブル選手から返事もらってます。とんでもない高カードですね。ポッシブル K 選手、前回スーパービッグバンで平沢選手に圧勝してるんですよね、はい、KO で、めちゃめちゃ強い選手なんで、はい、それと拓磨選手タイトルマッチやったらとんでもない試合になると思います、はい、おお、これはビッグバンスーパーライト級戦線で、ますます注目となります。その試合実現を祈っています。勝利は拓磨選手。